はい、えー、皆さんおはようございます。テイクテクノロジーズの渡辺壮太です。はい、皆さんおはようございます。フラクトンベンチャーズの鈴木です。はい、えー、トラストフリー、これ、前回が2回目なので、今回が3回目ということですね。4回目です。今回のお題は、日本企業が勝つ海外で勝つために、すみません、ちょっと朝なので、かつが悪いんですけど、<laughs> 日本企業が海外で勝つためにという話題で、鈴木さんと議論していきたいなというふうに思います。 よろしくお願いします。ははいいいよろししくお願いします、はい、えっと早速なんですけれども、今日どういったお話をしましょうかそうですね、まず多分定義として、日本企業が海外で勝つ、つまどのくらいの流度かというか、あのレベル感なのかみたいな話を多分すり合わせた方がいいかなと思っていて、基本的にはまあこのブロックチェーン、クリプトの世界で戦っていくような感じの会社が海外で勝つって、そういうイメージいいですかね、イメージとしては。はいそうですね でやっぱりあのトラディショナルな、トラディショナルっていうのは違うな、コーポレートなそのビジネスと、クリフト、ブロックシェーンのビジネスって、だいぶというか、戦略立てとかがほとんど違うじゃないですか。だからそこの話とかを主に取り上げられ,ればいいですよ、ね、そうですね。お、ま、そ、あ、らく多分そういう、なんていうんですかね、こういうタイプのプロジェクトや会社経営みたいのをしていくってことにおける、 なんかまとまった資料ってあんまりない気がするのと、そもそも多分海外で勝てている会社さんとかプロジェクトがいないっていう、うん、現状があるので、そうなってると思うんで、ちょっとまあそれをまあ我々なりに思うところをまとめてみたいなというふうに思ってます。うん、はいじゃあ、あのーまあ、事前の打ち合わせでドメイン、あのどういう話をするかっていうのを切ってるんですけれども、えっと、どういうまず領域で事業を展開するのが今後、 1> 1, 年見たときにいいだろうかっていうところとあの、経営において気をつけるところですね、ままあ、税務とか法務とかで、あとチーム自体の組織のグローバル化をどうやっているかというところと、あの海外のトップ VC とかからどう資金調達するかっていうところと、えー、グ,ローバルグローバルなコミュニティーどう入り込んでいくかっていうところですね、はい、お話ししたいいと思まず最初に事業ドメインからじゃあお話ししていきましょう。 はい、あのディファイとか NFT とかある中で、今後、この、まあ、1年、2年スパンですね、で海外のなんでしょう、まあコア、コアコミュニティに使われるようなプロダクトを使うっていうにはどう、どの領域を選ばれますか、鈴木さんだったら。そうですね、難しい質問ですね。ま,あ、まず一個よく、まあ、会社内でもよく議論しているのは まああの一歩先っていうのはみんながやれる話だと思ってて1.5、うん、歩先っていうのはまあこ,のこの半年ぐらい仕事になるような領域半年1年仕事になるような領域まあクリプトだって早いの多分半年かなって思っててで3歩先ぐらいがまあ会社として取り組むべき領域かなっていうのはすごく裸を持ってますんでなんか今だと例えば NFT とかすごい流行ってると思っていて NFT を否定してるわけじゃないんですけど NFT を今作るっていうこととか、NFT のプラットフォームを今作るって仕事って、まあ、割と1.5歩先に近いなというふうに思ってますと。でまあ、もちろんそれでも勝ち筋を見出すっていうのは全然できると思ってるんですけど、ただ、のどのくらいのスパンで勝ちにいくかですけど、まあ、プロジェクトとかっていう観点で結構長いことみたいで大きな目標を持ってるんだったら、 が NFT, NFT が使われていく社会を軸として、その時にどんなものが必要になってくるかとか、そのどんなことがあったらそういうその、えっと、より自分たちが構想する社会が実現できるのかみたいなところを、もう,もう2歩ぐらいこうステップを上げたところの事業、うん、ドメインをやっていくべきかなというふうに思っています。例えば、それが NFT に特化したブロックチェーンをそもそも作ることなのかもしれないし、例えば場合によっては。うん、NFT に特化したその えとマルチチェーンの NFT をなんか管理するためのなんかサムシングみたいなソリューションなのかもしれないし、うん、なんかそういうところってそのちょっと解像度上げるとできるかできないかはま,そのまた別の話ですけどあの見えてくるところとか、うん、課題設定の定義はもっと上がるんじゃないかなというふうに思ったりしますうーんそのあれですよねその、うん、NFT で何かを発行しますっていうのはもう誰もがやすいもはや差別化にならないからその先にある ものをやるってことです,よ、ねそうですね、多分そのまあこれはまあかかただ NFT にこだわってますけど、うん、DeFi でも多分同じで今例えば DeFi を、えっと、普通に例えばそのレンディングプロトコルを作りますって言ってもまあそれはまああ,のあとあるよねっていうそもそも論があるので、うん、のあるものに対して勝ちにいくならよっぽど強烈な差別化がないといけないと思ってるんですねソリューションとして。うんうん、でないところから 新しいものあるって作ると、マーケットのナンバーワンになれるわけですよ、いきなり。うんうん、マーケットがないので。だそういうところの戦略を意図的に狙うっていうのはよくて、うんで、例えばなんか DeFi とかでもおそらく多分そのアグリゲーションやってるようなサービスとかって、結構実はそういう分野だと思っていて、DeFi、うん、プロトコルが揃ってくると、絶対次アグリゲーションだよねって分かってるので、じゃあ全部統合インターフェースにして、1個のところからウォレットコネクト1個するだけで、全部の DeFi サービスにアプローチできますよとか。 でさらにそこでなんかちょっとここだけでしか使えない便利な機能を1個つけてあげたらみんなここ使うよねっていう。うん、で、なんかそういうそこの勝ち方のその文脈。それだったら多分事業的にできるんですよね。あの順番としてもうん。それってなんか鈴木さんってアイディアを考えるときにまずそのプロジェクトをめっちゃリサーチするんですかあそうですね。えー、っと、プロジェクトリサーチするんですけど結構見方としてはプロジェクト実際には自分でも触りながら そのどこが不便なんだろうみたいなところとか、うん、この先に何があるんだろうみたいなのはすごく気をつけて見てます。例えば、えっと、なんですかね、NFT もそうだし、DeFi もそうだと思いますけど、なんか、DeFi の初期の頃って、本当になんかユーザーインターフェースとかも全然いけてないし、なんかこれが、このボタンを押すと何になるのかよくわかんないみたいな状態のがすごい多かったですね。でこれって絶対になんかもう 普通の人使えないなって思ったし、いや普通の人は使えるようにインテグレーションしてあげる必要があるなっていうふうに思ってたと。うん、で、例えばそういう時に、その、ウォレット型のアプリが出てきて、インテグレーションされててみたいなのが出てくると、まあ当然だからそうなるよねって思うし、なんかそこの時に、じゃあ d f i 使う時に当たり前ですけど、まあその、そのクリプトを送んなきゃいけない、自分のウォレットに、その取引所とかから。うん、で、その時って、 なんでこれここで送らなきゃいけないんだっけって当たり前に思うみたいなところにおいては、まあ、日本でできるかできないかちょっと置いときますけど、その海外だとワイヤーみたいなサービスとかが、まあ、その銀行口座から直接そのクリプトにの口座に、ウォレットに入金をして、でそれから DeFi にそのままダイレクトアクセスみたいなのを全く一気通貫でやるんですけど、まあ、こういうのってソリューションとしてめちゃめちゃ分かりやすいな,んかこうなと思ってて、うん、そういういのはよく見てますねなるほどですね。 あとはでもなんかもう一個はなんか資金調達のニュースとかこの後あるかもしれないですけど結構その流れを捉えるっていうのを意識していてなんか一個一個の資金調達ってまあなんか5億円集めました3000万円ですとかまあ額だけしか見れないじゃないですかわからないのででも例えばそうなんですよでもまあ場合によっては金額が出てないとかストラテジック なんかインベストメントパートナーがいるだけになってるとか何かこれ何が違うんだっけとかなるんですけどまあそことニュースっていうよりはなんか最近こういう系の調達のニュースが増えてきたなとか例えばなんかこの分野がすごいなんかこの VC がアクティブになってるなとか何かこの VC ちょっと違うな戦略がとかなんかそういうことを意図的につかむようにはしててそこのなんかこうただニュースを読んでふーんそうなんだって閉じちゃうのとそれをなんかもうちょっとこう もしかしたらこういう意図があるかもとか、これなんでこのプロジェクトこんなに評価されてるんだろうみたいなモデルとかを考えるはすごくあるのかなっていうふうに思ったりします。うん、それは僕もそう思って、はい、僕も事業を考えるときに、あの、トップ VC の投資領域っていうのをマッピングして考えてましたね。ああ、なんかこう固まってんなとか、あここら辺、あの、来そうだなみたいなのとか。で、大事なのって、あの、投資家じゃなくて事業家なんで、 あのー、やっぱまだ見ぬ世界に張らないといけないんですよね、その不確実性が数、すごい高いで、そうすると、やっぱりマーケットはまだ現在、ちっちゃいけども、まあ、今後、加速的に伸びるだろうなみたいなマーケットに、長所から張り込むっていうのが結構重要なんじゃないかなっていうのは思いますね。はい、ちょっと時間なくなっちゃうんで、次に行くとはい行きましょう、はいあのー。経営をするにおいて気をつけること。 ところもお話ししていいいきたいなと思いますでここはめちゃくちゃ、ねうん、細部の話にはならないと思うんですけど、あのー、税、ま、務、あ、とかホームとか、どういう、まあ、チーム作りもここで話せればなというふうに思ってます。そうですねし。私からですかね。私は全然でも。はい、その方がありがたいです。はい <laughs> はいえっと、経営において気をつけること、まあ、チーム作りも含めてっていうところなんですけども、あのーまあの、失敗談を話す会みたいな感じになっちゃうんですけど、税務と法務は本当に最初から設計しといた方がやっぱり多かったですね、まあ、当時、自分が会社を始めた時って大学生だったんですけれども、やっぱりそこら辺っていうのを分かってないがゆえに、あんまり気にしていなくて。 気にしていなくてというか、過小評価をしていて、あの、最近、最近というか、あの、一年、えっと、半年前くらいにかなり困りました。<laughs> <laughs> <laughs> でも、まだ、その、ま、あの、気づくタイミングがセーフな段階だったんで、ま、いろいろ、あの、税理士先生とか弁護士先生に手伝っていただいて、まあ、しっかりまとめたんですけれども、やっぱり、あの、初期に、 そういう専門家の人たちと相談をしてないがゆえに遠回りをしてしまうみたいなのがあの時期を経てば経つにつれて重くなってくるんですよね。あのなので税務ストラクチャーと法務的なストラクチャーはもはやその会社戦略の一環なので初期からあの専門家の方々にお勧めしとくあのお話ししておくのは結構あの大事かなと。 いいうふうふに今はすすごい思っておりますでチーム作りっていう点だと、やっぱり日本のマーケットってめちゃくちゃちっちゃいんですよね、そのクリプトっていうときに。なので、普通にパブリックブロックチェーンでやっていくんだったら、グローバルにも出るしかなくて、もう本当に多分ないと思うんですよ。でそうしたときにやっぱり日本人のチームってなるとかなり弱いんですよね。それはあの、言語的な問題もありますしあの、外からの見られ方っていうのもありますし。 でに、海外の VC とかで話してて、日本にいいプロジェクトがあるとまず思われてないんですよ。<laughs> 感じますけど。って言われますね、普通に。<laughs> 日本ってプロジェクトなくねみたいな、わら、みたいな感じなので、あのー、日本プロジェクトで投資してくださいっていうのは結構、なんでしょう、難しくなるのかなっていうのは思いますね。なので、その本当に3人目とか4人目とか、できれば本当に経営メンバーとかに、最初から、あのー 何でしょう外国籍の方を入れるみたいなのが結構重要かなっていうふうに思ってて、これが福利的に効いてくるんですよね、うんあの。チームが増えれば増えるだけ、あの何でしょう英語になっていくとか、あとその人が違う人誘ってきてくれて、芋づる式にこうグローバルチームができるみたいなところとかはあのいいかなっていうふうに思ってますね。今弊社も日本人が、えっと4 僕入れて4韓国人があ3、中国人に、クロアチア1人、ベルギー1人、あとアメリカの方にアドバイザーが3人、ま、みたいな感じなんですけど、あのー、やっぱり初期に日本語喋れないロシア人のエンジニアを入れたことが結構でかかったですね。うん4人目ですね。 それってなんかその,その時ってなんかこう意図的に入れたんですか,なんかけその結果として入ったらうまくいったんですかああ意図的に入れましたうんあの。意図的に日本語喋れない海外のエンジニアを入れました。結構最後、苦労しましたよね。多分そのチーム内でのコミュニケーションとか、多分その当時は。しましたね。で、やっぱりあの初期からグローバル目指そうぜっていうのは常々思ってて、社内とかも3人の時、全員日本人の時に英語にしてみようってなったんですよ。 まあなんんん。ででですすけど、2日日らいで日本語に戻っっちゃったんですよ。うーん <laughs> あの僕は一応留学してたんで英語をちょっとだけ喋れるんですけど彼らはあの英語そんな得意じゃないのでで、日本語に戻っちゃったんですよね、まあ、それは仕方ないと思うんですけどあもうこれはやっぱそうだよねと思ってその喋れない人を入れるしかないよねと思って入れます。 そしたら、英語やらざるを得ないんで。そうですね、コミュニケーション取らないといけないんですらコミュニケーション取らないといけないんで、今は基本的にオール英語ですね。うん,うん。あ、そうですミーティングもそうだし、チーム内のコミュニケーションスラックもそうだし。はい、うん。あ、そうなんですね。まあ、ただ、日本人と日本人で話すときと、日本の税理士、弁護士さんと話すときは日本語ですけどね、さすがに。 <laughs> そこは、うん、はい。さすがにね。そうですね、でも、もともと会社自体もそうだし、自分たちが目標としてるところも、デイワンからグローバルみたいなのはすごいずっと言っていて、うん、会社立ち上げる前からみんなそういう認識はしてたんで、そこは結構こだわっているんですよね。ただ、やっぱ実際、そのさっきの話じゃないですけど、やっぱチーム内コミュニケーションで、日本語で話したときと英語で話したときで、なんか同じものを共有できる。 時の感覚が日本語の方が鋭いん本当にそう,そうです、ね、本当にそれがそうでそれによって結局日本語は優位になってしまうなってすごい思ってるのであえて意図的に海外の方との,そのビデオミーティングとか例えば極端な話もしかしたら私だけでいいかもしれないとか担当者一人でいいかもしれないみたいな時のミーティングに3人で入るとかっていうのは結構ファウンダー3人で入るとかは結構していて、えー、そうなのでどちらかっていうとやっぱそういうその意図的になんかこう グローバルのスピードに,感にちゃんと触れて、英語でコミュニケーションを取るような頻度を増やすとかは、すごい意図的にはしてます。まあ、あと、それを、それ,それもなんかただ英会話したいわけじゃないので、別にビ,ジビジネスがしたいので、<laughs> まあ、そこはきちっとやっぱその、ちゃんとビジネス上も何か決着を落としどころじゃないですけど、自分たちがやりたいことをちゃんと表現するとか、うん、それをきちんと、まあ、そのあのテレグラムなのか、メールなのか分からないですけど、 いろんな手段で彼らに伝えていったりとかネゴシエーションするとか結構そういうのはやっていてなんかそこをなんかある種こうまあうちはファウンディングメンバー3人なので3人持ち回りなんですけどでそれで相互にこうぐるぐる回しながら別に誰が海外の人と担当するとかってわけじゃなく全員があのチームとして海外のクライアントというかと一緒に仕事していくみたいな感じの仕事,仕事の仕方をしてます。ただなんか 渡辺さんがこう言っている四人目に外国3人目4人目に外国人を入れるんだみたいな論は結構すごい鋭いなと思っていて、いやでも思ってますよ。やっぱりなんかカルチャーが生まれるじゃないですか。うん、そうですね。で、なんかそのそれぞれの人たちの働き方とかも触れて、あなるほどねっていうのが多分いっぱいあって、それやっぱ日本人で固めちゃうと分かった気になっちゃうというか、こっちも。なんで、そういう意味ではすごく大事だなというふうには思ってますま。コミュニケーションも,もう本当に そもそも英語情報を英語で取ってるので、あのうん、取ってる情報を英語なのに、中で日本語で議論してるっていうのが、なんかこう、ブレイクダウンで言うと2回起きてるじゃないですか。かだから英語で取った情報を英語で議論できるようになるのが一番ベストだよなっていうふうにはシンプルに思ってます。うんなるほどなるほど。ありがとうございます。はい。じゃあ次,次の話題で、えー、っと、資金調達をどうするかっていうところですね。はい。ここは、はい、あの、さまざまな資金調達の スキームに明るい鈴木さん、どうでしょうか。僕はあの、結構具体例で喋りますね。あの、全体的なところ話していただくと。<laughs> はいはい。体験で話すんで。はいはい。まあ、そうですね。まあ、特にこのこと、このブロックチェーンクリプトウェブスみたいなところの世界観でやっていくような会社さんにとっては慎重です。結構、多分、少なくとも日本でやる分には苦労されるなっていう印象を持ってます。まず。 でやっぱりそれは、そもそもこの分野に、えっと、すごい事業ドメインというか投資をいっぱいしている VC さんとか、そもそも多くないとか、エンジェルの投資家さんとか、もう言うほど多くないというところがあるなと思ってて、まあ、もちろん理解されてる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、なかなかまだそ,のそもそもブロックチェーンとはとは、そもそもその自分たちが張りたい領域、例えば NFT だと NFT マーケットとはとか、T5 マーケットとはみたいなところの説明を結構多分しなきゃいけないんじゃないかなと思ってて、まあ、コミュニケーションコストかかっちゃうなっていうのは正直あります。 でその点で、例えばアジアに投資している VC さん、うん、でアジア領域でクリプト分野に投資している VC さんとかは、わりかしその辺は早いなと思っていて、まあ、当然、うんまあ、クリプトスペシフィックな領域に投資しているので、あのまあ、理解があるってのは当然ですけど、あと国ごとの違いもちゃんと理解されたりするので、まあ、日本からこういうプロジェクトが立ち上がってきて、うん、日本人でやっていくってことはそもそもレアだよねってことをちゃんと認めてくれるとか、日本でのビジネスのポチュニティを認めてくれるとか、もしくはその チームが例えばシンガポールに行くとか、例えばその、なんですかね、その、中国でなんかビジネスやってくとか、なんかそういうところの、あの時の、まあなんかサポートみたいなところにも協力してくれる可能性があるなっていう意味で、結構アジアのクリプトの VC っていうのは、私は結構重要かなっていうふうに思っていたりしていて、まあその、どうにかしてそういう人たちと頑張ってコミュニケーションを取るっていうのは、意図的にしていった方がいいかなっていうふうに思ってます。うん。っていう感じですかね。まああと、方法論で言うと、まあエクイティ化。 そうじゃないかみたいな方法はあると思っていて、やっぱりクリプトの会社にとってエクイティが似合わないというか、そぐわないのは、もうほぼ間違いないなと、うん、やっぱり IP を目指してる会社じゃないんで、ナスダック上場しました、なんとかブロックチェーンですっていうのは、多分マイニングの会社とか、コインベースさんみたいな会社とか、そういう会社だと思うので、まあ、そういう規模の会社を目指さないんであれば、まあ、あのちょっとやり方、工夫しなきゃいけないっていうのは、もう言わずもがなかなっていうふうに思ってます。 そうですね、あのー、トークンで調達するんだったら、海外でやったほうがいいですね。まあ、スイスそうですね。とか、多分シンガポールとか、あとケイマンとか、イギリスとか。の問題もあるし、まねまあ、そもそも、うんまあ、そういうことに明るい人たちが、あの、仕組みは止まってないので、ねうん、事例がないっていうのが、やっぱり一番怖いところで、でね、あのー、シンガポールのロイヤーって、やっぱそこら辺も話したときに、うん、やっぱ日本で話すと、やっぱ事例がないのが、やっぱ一番怖いんですよね。 でシンガポールのロイヤーと話したときに言われたのが、このスキームで大丈夫かみたいなところに行ったときに、これは大丈夫だと。なぜならば、これがダメだったら、この前にやってる方もうもすべてのプロジェクトシャットダウンだから大丈夫だよって言われて、おー、みたいな、<laughs> あ、じゃあそれは大丈夫だみたいな感じになるんですよね、こっち側の気持ちとしても。なので、その前例があるっていうのは、結構、まあ、重要かなっていうふうには思います。そうですよね。 まあ、そのなんか数がある、うん、ケースがあるっていうのはそ,のなんかそれを見ながら自分たちど,どのラインで挑めるかがわかるので、はい、あ検討するのがゼ,ゼロからじゃないから楽ですよね。楽ですね。うん、そうですよね。確かに。た、まあ、多分その辺も合わせて資金調達が絡むので実は最初から、あのー、税務法務周りと場合によってはその海外の法務周りも一緒にちゃんとリサーチしておくみたいなのをちゃんと丁寧にやっておく。うん、もしくはそこに、うん 時間やお金を割くみたいなところをプライオリティ上げるっていうのは結構重要なんだと思いますね。やっぱりでも、その思うのは、かといって、じゃあ、その、弁護士税理士さんを、に、に察知してもらって、それをじゃあ、日本と海外でやるのかって言ったら、このコストって、いやいや、かかるんですよ、やっぱ専門家の方々なんで。そうでね、でなので、なんか、僕とか、その、 まあ手前味噌になりますけどあの海外で実際にやってる人たちがしっかりナレッジを提供していかなきゃいけないっていうのが一つとそういう人たちに聞けばいいとは思いますね。じゃあぜひあの渡辺さんのところに DM してもらって。僕はちょっと忙しいかな <laughs> <laughs> でもまあそういう人たちがね、まあ、日本からあの増えていくっていうのもいいなと思いますしす、ね、増えて第一人というか第一世代みたいなところが増えていくと第二世代みたいな人たちは。 その1個上の先輩方に聞いてみるっていう感じができるので、うん、あでもそれはやりたいことですね、<あ>僕はやっぱりあのー、僕からする僕の僕がそういうのを聞ける日本人の方っていなかったんですよ、もしかしたらいらっしゃるのかもしれないですけども、僕の中では周りにいなくて結構大変だったので、なんかこういうのをしっかりなんか伝えていきたいなとは思いますね。でかつ多分 こ今年後半とかからコロナ後にかけて、かなりの会社がグローバルに展開されると思うので、あのー、そこでなんかまた情報の共有とか、そういうのを作っていければいいかなというふうに思いますね。そうですよね。ちょっと前に比べて、日本のプロジェクトや日本初のそういう企業が、まあ、海外展開していくものに対するなんていうか、捉え方として選択肢の可能性が上がってきた気がしていて、やっぱり。 あ集まってるナレッジがもっと欲しいっていう声が多分もっと強くなるかなっていう気はしてます、うん、そうですね、はい、そうですねなどあとこの話で言うと僕あのファンド作りたいなと思ってます最近これ流しちゃって大丈夫ですかジャストアイディアなんで <laughs> そのポルカドットプラズムエコシステムが今後でかくなってくるのででそこを とシナジーがあるところに入れまくるっていう、入れまくるっていうか、あのしっかりまず調査するんですけど、金銭的なサポートもしていくみたいなのをやりたいなと思ってますね。あのやり方多分2個あって、ネイティブにその投資家から集める方法か、そのプラズムの、ま、トレジュリーみたいな部分を使うかみたいなのが、最近ポリゴンがなんか200億円ファンドみたいなのが作ってましたね。作ってたじゃないですか。たぶあるトークンなんですけど、ね、はいはい。あれと同じようなことが多分できるはずなんですよね。我々も。そのトークンを使えば。 でもう一個は、その、既存の我々にも入ってもらってるクリプト投資家とかから、今度、プラズムとポルカドットに特化したファンドを僕作るから、じゃあ入れてくださいみたいな形でやるかみたいなところですね。で、これって、金銭的なサポートがあることによって、プラズムの上、さらに作りやすくなるので、あの、プロジェクトが。うん、そういうのは、最近、いいね、実はリサーチしてます。<laughs> で、 ちょっともうちょっと細かい話というか、体験談ベースだと、あのー、VC からの資金調達に関しては、やっぱり中国で調達するか、アメリカで調達するかとか、ヨーロッパで調達するかで結構違うんですよね。なんでそこの差分っていうのを理解して、調達に臨んだ方がすごいいいかなとは思います。で、あのー、今、 お金があまりに余ってるんで、エプトのいわゆる VC の人たちは結構出すんですよ、ノールックで。ノールックはちょっと言い過ぎですけど、ワンルックで出すんですよ。でも本当のトップ層の VC っていうのはやっぱしっかりこういう時でもリサーチとかはその差分、そのプログレスは見ていて、アメリカのトップの VC は本当に2週間とかで決めてくるんですけど、あの技術、そうわかるんですよね。 テックの話がクソわかるんですよね、アメリカの人たちは。なんかエンジニアとかいますし、普通に VC に。で、その人たちがしっかり見て2週間くらいで決めてくるんですけど、中国の VC のかなりその大手のところは、結構そのプログレスを見るような形だなっていうのは思うんで、そのどのタイミングで話すかっていうのは結構重要だとは思いますね。進捗がない段階で、もしくはプロジェクトが形になってない段階で早くそういう VC にやって,てしまうと、 まあ、悪い評価じゃないですけど、まあ、ちょっと投資はできないなってそれはアメリカですね。うん、それはアメリカっす。あまりたち結構ダイレクトに行ってるんで、あの、投資はしません <laughs> で投資はしませんって言われた後に、結構また行くのとかって、あのまあ、やれや,やれできるんですけど、一、まあ、回そういうのをされると結構ね、あの響くんですよねそうですよね。はいで、中国の場合はあの、最初すごいイントロみたいなところ入って、かなりその差分を見てくれるんで。 あのできるだけ早く行った方がいいと思いますねうううんうんうん、うん、であと、誰から調達するかも結構大事で投資家サイドから言うといろいろ言いますけど基本的にそのプロジェクトに対してじゃ超バリュアーアドする VC って少ないと思うんですよ。これ最近あのインジェクティブっていうプロジェクトの人たちと話してて最近条件億円くらいパンテラとかから渡したんですけど。 もう資金調達はマーケティングだよみたいな <laughs>。なんか、あの人たちお金入れるだけだからねみたいなことをすごい言ってて、まあ全部が全部そうじゃないんですけど、やっぱりその、シナジーがどれだけあるかみたいなところをしっかり把握しておいた方がいいなとは思います。そうですよね。そうですよね。あれ、切れちゃいました。あ、あはい、大丈夫です。今日置いてます。大丈夫ですね。はい。 そうですねなんか私も完全に同意で、その例えば、うんなんかその、やっぱりその強,強烈なというか、そのバリューを追加してくれる、金銭的なとこ以外のバリューを追加してくれることを望むのであれば、やっぱり本当にトップ層に一部に限られるなっていうふうに思っているので、まあ、その層を意図的に入れるんであれば、うん、ちゃんとその層に何を求めるかみたいなところを、まあ、きちんと明確にした上で、その層にアプローチしていく。そそれもタイミングとその、うん えっとなんていうんですかねそのジャストフィットする vc かどうかみたいなリサーチをちゃんとしておくっていうのは必要かなっていうふうに思ってます、うん、あ、まとめていただいてありがとうございます <laughs> <laughs> はい最後にあの、はい、グローバルなコミュニティどう入っていくかっていうところなんですけどもまあこれはあのコロナ時代を踏まえてどう入っていくかってことですねそうですねまあ物理的にあえてればカンファレンスいっぱい行きまくればいいとぶっちゃけ思ってるんですけど、うん、僕も僕もまあやっぱそのね やっぱ対面のオポチュニティってすごいいあるじゃないですか対面で話したことのある経験って本当にやっぱり分かりやすく印象を作るのでいいんですけどじゃあオンラインでこれどうやるかっていうここなんか、まあ、渡辺さんでも結構あれですよねそのコロナになる前に割とそういうコミュニケーションを、はい、いっぱい作っていったって感じですよね、はい、そのある種貯金があったっていう感じですもんね,そう,ですねそうですよね。 私も基本的にはそういう貯金持ってた貯金を切り崩しながらやってる感じに近いんですけど、まあ、コロナ禍でやってたこととしては、まあ、あの意図的にこれや実際に実際圏で言うとやっぱりなんかみんなこうグローバルカンファレンスできませんってなってオンラインイベントになってたので絶対どっかコアな人たちが集まるコミュニティができてるなっていう予感はあったんですよ、うん、で規模感で言うとその数百名ぐらいがマックスぐらいだからその100人から300人ぐらいがマックスぐらいの規模感のコミュニティが あのすごい濃いコミュニティがすところどころにできるなって予感はしていて、うん、で、まあ、それを意図的に探す訓練をずっとしてましたねそのコロナ始まったちょ当初ぐらいから<ー>でもうちょっと具体的に言うと、ま、えっと実際にはそのテレグラムのグループっていうかなんかあるプロジェクトの周りとかに集まったりとかいくつかしていてでプロジェクト自体はもう今も生き残ってるのがあれば死んじゃったやつもあるんですけどそういうところのグループとかに入るとまあそのなんかなんて言うんですかね、えっと プロジェクトっていうことに集まってるってよりは、なんかそのすごいイノベーティブなことをやろうとしてるなみたいな人の周りに集まってる人に、普通にファウンダーと VC とみたいなのがいっぱいいて、なんかみんなで情報シェアしようぜって、こんな世の中ださみたいな感じになってたのがいくつかあったんですよね。で、どちらかというと、普通そういうのテレガムとかでやると結構スペキュレーションな情報というか、あのトークンが儲かりそうだぜみたいな情報が多く流れるんですけど、そうじゃなくて、結構なんか、 えっと、なんかこことこことのなんかストラテジーってどういうふうになんだっけみたいな話とかを結構ちゃんと議論してたりするとこがあったりとかしてうん、うん、で去年とかだとそこにあの今 NFT で有名になっちゃいましたけど RAC っていうあのアーティストの人とかいるんですけど彼とか自身もそこに入ってたりとかして100人ぐらいしかいないのに RAC がいるとかは実はあったりとか出たんとかはよくあってましたね、うん、でなんかそういうのをよくやってるとその中でコミュニケーションをいっぱいしたり発言したりすると なんかよくわかんない日本っぽいアジアっぽい名前のやつがいるじゃんみたいな感じで覚えてもらえるみたいなのがあって、本当は結構そういうのを意図的に去年はやってましたね、去年一昨、おととあと、鈴木さん、DAO とかに入ってますもんね。そうですね、DAO、まあのコミュニティ系は結構入って、特に中発信したり、自らえっら、と、何かアクションを起こしたりというのは結構やってますね。 うでそういうなんかその貢献とかは、まあ、一個ダ a ののんかあまりもう事実上稼働してないんですけどなんか日本のチャプターのシャーマンらしきなんかよく分かんない謎のシャーマンシャーマンポジションを持ってたりとかするんですけど <laughs> でもなん,なんかアンバサダーみたいなもんですねで<ー>なんかでもそういうのでなとにかくその日本に何かつなぎに来るんだったら一旦僕通してよみたいなやつが一旦全員に認知されるとかアジアの中でこういうやつがいるらしいよとかっていうのが認められるとか。 あと、なんか入ってきた他の人とかでも知り合いがいたり、結構そういう、結構ね、濃いコミュニティに入れば入るほど同じ顔ぶれになってくると思うんですけど、このコミュニティは。ああ、確かに確かに。そうなので、入ると、あお前もいるじゃんみたいな感じになって、うん、まあなんか、最近どうなの、調子はみたいな話を別で知らして、仲良くなったりとか、もう一回。なんか全然そういうことがいっぱい増えるなっていうのは、まあこのコミュニティ独特なんで、とにかく最初、何人か、うん、そういうコアな人たちとつながっていくと、その人経由でどん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 いろんなコミュニティに入れるんじゃないかなっていうふうには思ってますけど、渡辺さんどうですか、はい それに加えてなんですけれども、まあ、あの、そこに関してはアグリーです。で、それに加えて、やっぱりその、ちっちゃいコミュニティがまだちっちゃい時にいかに入り込むかっていうのはすごい大事だと思っていて、うん、そのコミュニティが大きくなったりとか、例えばトークンが上場した後とかに入っても、それって特にね、みんなやることなんですよ。で、逆にまだコミュニティが本当に10人とか、まあ、30人とかしかいない段階で、どう、今後、 爆発的に伸びるものを見つけて入れるかっていうのはすごい大事だというふうに思います。で、そこで、一定アクティブであれば、あお前なん、プロジェクト側もその一番最初から絡んでくれた人たちって結構やっぱ大事にしたいし、覚えてくれるんで、そうそうね。あの、うん、はい、そこで仲良くなれたりすることはすごいあるのかなっていうふうに思いつつ、これって、なんていうんですかね、まあ、あの、複数同時と談でやっぱできないじゃないですか、時間の関係で。 ででね、10個のグループ同時にやりますみたいなで、きないんでじゃあ、じゃあ自分のリソースと、えー、まあそのコントリビューションの時間をどのプロジェクトに使おうかと。で、それはなぜですみたいなのを、理路整然と述べられるようにした方がいいんじゃないかなっていうのは、すごい思いますね。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん。はい。例えば、僕の場合とかも、ポルカドットの多分1番、2番くらいのアンバサダーになってるんですけど、 はいそのタイミングからはいろいろ、はい、なんでしょう、自分のできる範囲で、まあのトランスレーションだとか、まあのいろいろやらせていただいてたんで、まあのー、中には入りやすかったかなっていうのは、すすまねきっとそのタイミングはまだポルカドットについて詳しい人とか、詳しくなりたい人も少なくて、まあ、はい、ある種、枠が空いてたというか。そうですねですよね。 はい、そのタイミング、ちゃんとドアをノックしたっていう事実を、向こうもすごく嬉しがってくれて、どん、はい、どんどんどん中に入れるようになった3年前くらいですかね。そうですよね。でも,も、まあ、面白くて、面白いんですよ。あの3年前くらいの4月に、そのサブゼロサミットってやつがあって、はい,はいはいはい。で、これ、一番最初のこのテックカンファレンスの一つなんですけど、うんうん、で僕、ウェルに行ったんですよ、それ。で、100人くらいしかいなかったんですけど、参加者。そこに 今でいうそのエコシステムのコアメンバーがほとんどいるんですよ。うん。うん。うん。これすごい面白くて、例えば、あの、アカラーっていうチームだとか、うんうん、で、彼らはその時はあの違う名前でやってたんですけど、かのチームだったりとか、あと、まあ、あの、エコシステムで目立ってる人たちは基本的にそこに勢ぞろいしてたんですよねで。僕も一応そこにいましたし。 だからなんか、その横のつながり、そのマーケットに出てなかったん、ね、そのとト遠く欲しいですみたいないないんですよ。技術が面白いよねみたいな時に集まっている人たちと、この横のつながりとか、ビジョンのつながりの人たちはやっぱり今でも活躍してるし、横のつながりはやっぱ強いですよね。信頼できるというか。そうですよね、そうですよね。はい。でなんか、その、そういう人たちから見ると、ドットのマーケット、そこか100倍くらい伸びてますけど、 なんかたまたま100倍伸びたみたいな感じなんで、そこのそ別にそこの伸び率にあの引きつけられてきたわけじゃなくて、このビジョンだとか技術のところに引きつけてこられた人たちなんで、多分すごい信用できるんですよね。今後、例えばあのクリプトマーケットが積んで、時間が50分の1とかになりましたみたいなのがあっ残ってるだろう、人。<laughs> いや、大事ですね。 なんかしかもその,その時のその人たちでポルカドットというかの周りに集まれたっていうのこれはもうすでになんていうか始,始まってますよね。何ていうかそこに入れた人と入れなかった人っていうのがいるし結果としてそこに入れてる人はやっぱりそのオプショニティがあるし、まあ、覚悟も多分違うと思いますしそもそも。でもあの,、うん、あの面白いくらいあれなんですよあの面白いくらいいるんですよね。 そういうなんかオプチュニティはすごいこうそうですよ、ね、あるなと思いますやっぱその改めてタイミングとそのどこに行くかですよね。はい、それからそのジェネラルなブロックチェーンビジネスカンファレンスだったらきっとそうは言ってないと思うんで、うん、そこは多分違うんだなというふうふに思ってます。はい じゃあ今日はあのこんな感じでした。今日もありがとうございましたはい、ありがとうございました。はい。引き続きよろしくお願いします。はい